やばいぞ、楽しみだ。マジででかいと思うよ、これ。ウリ、なんだよこれ、ウリ。ほいしささしささ、へい、どうも、こんばんは。本日はですね、漁師の休日ということで、久しぶりにですね、釣りを楽しんでいきたいと思います。普段ね、我々ね、素潜りして魚取ってきて水揚げしたりとかやってるんですけど、今回は釣りですね。まあ、たまにこっち映ってるのかな。以前もこっちでバーベキューしたんですけど、同じ場所でちょっと釣りをしていきたいと思います。普通に釣りしても面白くないんで、深掛けようと思ってます。はい、我々が食べるものをバーベキューと言ってるんですけど、今のところ、肉しかないです。そうだよな。それに魚をちょっとプラスしていきたいなということで、釣った魚を食べるっていう、あ、いいっすね、のをメインにしたいと思ってますね。釣りで使う餌は今回持ってきてません。なので餌を調達 します、はい、この辺ちょっとね、ヤドカリとかいるんで、船虫とかヤドカリとか売って、それを餌にして魚を釣って、その魚を食べようということですね。Okay、あともう一つ、やっぱ火が必要なんですけど、火をちょっと起こしていこうかな。我々サバイバルもちょいちょいやっているんで、そのサバイバルスキルもちょっとね、生かしつつ、衰えないようにね、やりながら、流れとしては餌取りに行って、で釣り竿で仕掛け投げてる間に、火起こしして、火が起きた段階で魚が釣れて、でうまく焼けたらいいよね。理想はそうだ、理想はそうだね。漁師の休日、ゆるくやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあ早速ですね、餌となるものを探していきたいと思います。でこっちね、結構ゴミも多いんですけど、ゴミに混じってこういうね、ヤドカリ、こういうの落ちてるわけよね。こういうの方言でアーマンって言うんですけど、それ取ってから餌にしてる人がいるんじゃないかっていうことで、ヤドカリ探していきたいと思います。俺なんか小学校の時こっちでよく釣りしてたから、取ってたんだよね、カニとかヤドカリとか。でそれを餌に釣れてたので、今回それをね、大人になってもね、やりたいなっていう。ちなみに小学校の時は釣り竿買うお金もなかったんで、もう本当にこの辺に落ちてる木と、あの辺に落ちてる釣り糸、釣り針取って、船虫かけて釣ってましたね。それぐらい資源豊富だったよね。確かに。うん、いたいたいた、ほら、いっぱいいるんだけど、取りましょうね、早速。はい、捕まえた。はい、餌取り完了。これやっていきたいと思います。はい、このタイプはもう割らないとあれです、中身取り出せない。これちょっといきたいと思います。ちょっとでかいんで、これにしようかな。割れました。で僕らがよくやってたのは、このお尻の部分を餌にしてました。だからこうちぎって、これが餌ですね。はい、今回釣れたのがこちらですね。 SS ボン、おそらく千円竿ですね。もう何年も前に買ったんだから覚えてないんだけど、吉田の子供たちがたまにこれ使ってますね。これに投げ釣り仕掛け2本針お買い得5枚入りってやつをちょっと買ったんで、先ほど取ったヤドカリのお尻をつけていきますね。投げていきます。1投目投げていきたいと思います。はい、いきます。いいね。もう1本触るんで、もう1本投げて火起こします。あ、OK、OK、いいね。はい、ちょっとね、いつもだったらちょっと鈴とかつけて当たりが分かるようにしたいんですけど、今回鈴持ってないんで、この際どいとこに置いといて、少しでも引っ張ったらガチャンって落ちて音が鳴るようにしておきたいと思います。その間に火起こしするための枝とかいろいろ準備したいと思います。ちょっとね、今回ミコがいろいろ持ってきてくれたので、これに木炭とか炭を置けばいいのかな。本当はこれ食材入れるやつか。でも片付けしやすいに、これに木炭とか炭とか入れて、その上に網敷いて焼いていくっていうスタイルにしたいと思います。はい、こうかな、こうやってその上に網を置いて焼くっていう感じになると思うので、オッケー、じゃあ準備していきます。反応あり。ちょっと今竿先に反応が、あるっぽいよねこれね。魚が引っ張ったらあれが落ちて反応するっていう風に言ったんですけど、反応しないぐらい小さい魚がついてるっぽいですね。巻こうかな。あー、釣れてますねこれ。ほらほら、ゴミじゃないはずな。カニでかいぞ。ほら、ほら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 、え、なにこれ、やばいやばいやばい、めっちゃいっぱいあるんだけど。食ってきてんの。食ったやつをなんか食ったんじゃん。そうでしょ。ほら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 、待って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 。初めてなんだけど、こんなの。
なんなん、やばこんなファイト見たことないよ、こっちで。ちょっともったいないからゆっくりあげような。うん、見てみたいな。あ、絶対間違いなくこれ生物がかかってる。ほら、右行ってる、右行ってる、ほら、こっちにも石があるよな。この辺まで来てる今。ほら、ゆっくり上がってきた、ゆっくり上がってきた。なんだろう、すごか。やばいやばい、こいつもかかってる、こいつにも引っかかってるこの糸が邪魔してるよ今。うり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 。開始 2,3 分ですけど、まだちょっとマジですごい、この大物が。え、ミコ見とけよ。え、おもり見えた、おもり見えた。なんだなんだなんだ、見て、ウリ、なんだこれ、ウリ、はエビだ、エビ、うう嘘でしょ、やばい、開けたエビいるんだ、初めて。うわ、あれ2本だったんですけど、1本切られましたね。多分一応ちっちゃかったけど、うん、想像してなかったね。エイは全く頭になかった。いやー、ちょっとびっくりしましたね直して投げてからもう一回火起こしの準備します。エイオッケー、待ちます。枝拾っていきたいと思います。はい、ちょっと一応ある程度火が起きそうな部材集めてきました。ちょっとこれはね、引きり板、これ家にあったやつちょっと拝借してきました。いつものね、セイタカ泡立ち層を使って火を起こししていきたいと思います。まずはちょっと下準備っすね。まずはここ先端の皮落としていきますね。で、丸くしていきます。丸っこくしていきます。よし、で今度はこっち切り板作っていくんですけど、これコツがあって、まずこっち置きますね。で、こっちに印入れます。で、ちょっとこう入れて、これぐらいで、間隔で、この辺ちょっとえぐると、この場所が結構重要ですね。火種がうまく一箇所に集まるようにすることができたら、より小さい力で火が起きやすくなりますね。これで一応ある程度目星をつけて、こっちを整えていきます。火がつきそうな気がしてきた俺が喋るたびに、ああ、ああ、言うんだけど、こんな感じですね、イメージで言うと。これでちょっとこうやって置いて、いつも通りこうやってバーってやるの見たことあると思うんですけど、これだったらこの上に持っていくまでに疲れる、うん、なのでこっちに紐つけてから、手を離さずとも下にテンションかけれるようにしたいんですよ。ただ紐がなかったから、今回これでやってみたいなと思って見たことないけどな、見たことないけど、ちょっとやってみようかなと思って。これだけだったらほどけるわけよ、うん、そこでここで結ぶと頑丈にしたいから、これも一回編むわけよ。これはこっち巻きで、これはこっち巻きだったかな。で、こうかな、こう巻いて、こうか、こう、オッケー、戻らんかったら OK。 これでブルって戻りそうさ、うん、戻らんわけよ。引っ張っても切れない。おっしゃ、これも結構ガッチリしてますもうちょっとすごいけど大変だな。そう、大変、めっちゃ大変。今15分から20分ぐらいかかってる
あの与那原大綱引きとか、うん、那覇の大綱引きとかこれをやってるってことだから相当だろ。理屈は多分これだよ。右巻き右巻き左回転か。2本でやってるけどあれだね、トラロープとかも。そうそう3本で、あのそうあれ3本じゃん。簡単に引っ張ったらほどけそうに見えるさ、うん、こんなって巻かれてるからほどけないわよ、うん、だから無人島とかでサバイバルする時とかツタ、うん、もうこれでやったらもうマジで頑丈になる。トラップとか仕掛けるときにいいかもね、うん、はい、この辺まで来たらもうすごいね。 あとはもう結ぶだけです。汗だくですわからんもんね、うん、これ ビニールって言われんてもわからんもんね。ビニールのほら売ってるロープみたいじゃない、うん、この辺とか成功してほしいなこれは、うん、切れた時のショックはでもでかいぞ、うん、今のところ大丈夫はい、ちょっと今ここまでできましたね。上固定よし、やってみますか。意地でも火つけたいからちょっと告知まだ持ってなかったら告知作ろうなものによっては白地になるので、これちょっとこれ北地になりますね。これこれね、いいね、良さそう。これそうそうそう、これをさらにこう切っていきますね。こうやって、はい、ちょっとね北地探しに行ったんですけど、今竹からは一応これ頑張ってこれだけ取ったんですけど、一番ね海沿いに生えてるアダンの葉が燃えやすくて、アダンの葉探しに行ったんですけどあんまりなかったんですよね。ちょっとアダンの葉っぽいやつ、縦に線が入ってるやつ、これ結構燃えやすいんですよ。本当はこれ包丁とかで八つ咲きにした方がいいんですけど、手でこう一発目はもうこれに移して、次これに移して、これに移してっていう流れになると思う。なるべく枯れてるやつね。新聞紙も落ちてたんで、こういう感じ、下に枯葉とかを敷いてこうやってやったらいいと思う。今回ちょっと新聞紙が落ちてたんで下に敷いて、ここに落とそうかな、口を。なんかいけそうな感じしてきたね。そうだね、鳴らしていきます。こう、ね、上が外れないようにしながらね、ちょっと点数かな。早くできない、もっと短くしようかな。ちょっと短くしたんだよね。そうそうそう、ちょっと短くして作った紐も短くしました。それではいきます。いいっすね、惜しかったね。でもね、うわー、行ったと思ったな。そうだね、これが範囲だったな。最後キュッ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 って音になってきたと思うんだけど、あれからもう少しやればつく一応前の段階ですね。2本目のやつを作りました、うん、お願いします。見える、あの火がつくところ、うん、邪魔だったらどかしてな。巻き込みそうで怖いです。途中で巻き込んだらまた台無しになるんだよ、うん、ちょっと範囲が短すぎた。下までほら悔しい。さっきの続きっすね。紐を短くしました。いきます。
これはつくでしょうね。いいぞ。はい、ついてますね、これは。すごいすごいすごい。これはついてますね、ほら見える、うん、ほら、ほらバッチシじゃん。これついたね。やば、結構多めにつけたぜ。さあ、こっからだね、消せないようにやらないといけん。ノーカットでやってね。ほいー、あー素晴らしい、つけたよ。よっしゃ、完璧だな。オッケー、技術は上がってるよね。回数はどん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 、うん、少なくなってきてる。これでつけました、皆さん。検証動画みたいになったな。ビニール袋のあるの紐作れるかみたいな。火起こしできるのかどうかみたいな。ああ企画タイトル漁師の休日だったみたいな。休日の方が疲れるっていう。あと魚っすね。そうっすね、魚ちょっと釣らんといけん。これがメインのところであるから、これ別にあれだから、通過点に過ぎないから。OK。 ちょっとじゃあ大きいのに移していきますね。はい、こういうのちょっと移していきます。こうやって、よかったぜ、一応は。こちら辺、近隣迷惑ならないように木はどうしても煙が出るんで、うん、一旦これに移したら、あとは炭に移し替えます。はい、ちょっと火起こしでだいぶ時間経ったんですけど、餌がないね。ないっすね、ヤドカリつけたけど。またヤドカリつけて投げたいと思います。はい、はい、さあ餌替えした時に小さい方に反応あり。そうそう、ちっちゃい方にほらトントントンって今反応があったっすね。あ、釣れてる釣れてる釣れてる。ほらそんなことある。ゴミ巻き込んでたけど釣れてない、やっぱり引っ張ってた。クールなヒットシーンでしたね。だからな、こんなんでいいのかなっていう、かな、ガクガクっていうのかな、ガクガクっぽいって俺なんか呼んでるよな、一応な、うん、あ、よかった一応今のところ流れ通りじゃなくてるな。これじゃあ一応さばいて食べるか。 OK OK、 無事に一匹釣れたんで早速これさばいていきます。ちょうどお腹空いてきましたね。頭取ります。頭取りました。あとはじゃあこれをどんなって食べるかとか、うん、うちに一応ウミンチョがいるんですけど笑われてますね。なんで潜りに行かないのかって言われてます。当たりがあったんで。おお、引いてる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 。おおおやりましたよ。すごいね、同じガクガク。しゃあ、一人一匹当たるね。いいね。これ、海ラーメンだな。これで。これ入れてくさいよね。いっぱいいっぱいいます、いっぱいいます。これ全部は。はい。これが上等っすよ。おお、久しぶりね、魚こっち見るの。うん。そうなんだ。見たことないよ。一回も見たことない。そんなに。本当にぐらい前まで結構金があってたよ。はいはい。マクグモ釣れた。マクグモ釣れた。マクグモ。いそうな。まあでもいそうなあれではあるよな。はい、今釣ったやつですね。綺麗に鱗を取ってやってますね。最高ですね。じゃあもう2匹釣れたんで竿はしまって食べていこうかな。はい、ちょっとじっくりね、うん、遠赤外線でね、はい、いいね。
香ばしくなるね、醤油かけたらね、やっぱね、うん、じゃあ、いよいよひっくり返したいと思います。いい、いい感じ。お、くっついてないからいいね、うん、おお、どうよ、いいんじゃない、いいね、ほら素晴らしいじゃないですか、素晴らしいね。はい、それではいよいよ出来上がったようなので食べていきたいと思います。どうよ、あ、いいんじゃない、 OK、 さあ飲み物じゃお願いします。よっしゃ、ちょっとそして運転があるのでこちら、レッドブル。自分は車ないので、はい、オリオンから出てるワッタですね。よっしゃー、シーカーサージ乾杯しましょうか。せーの、乾杯。最高、最高、食べていきますか。はい、焼けてるか、焼けてるか、お、いいね、いい感じ。よっしゃー、いいね、ホクホクだね、うん、なんか醤油の海苔がいいね、これ。いただきます。あ、本当だね、醤油の香ばしさマジ合う、焦がし醤油の味だね、めっちゃいい、うん、うん、たまんねえ。しゃあ、定点で食べていこうか。てか、まじ連れてよかったっすさ、勝負に行って3時間撮影ぐらいじゃない、ね、準備含めても4時間ぐらい、うん、いい休日だ。なんか周りの人連れないって言ってた、うん、ここ1年ぐらい釣れてないって言ってたね。餌も特殊かもね、うん、あ、まずかったさね、うん、それもあるかもね、限定餌がいいっていうもんね、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうです。まあ一品だったんでね、すぐあっという間に終わったんですけど、ちょうど日も暮れるんで良かったんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで、この後片付けね、こっちもちょっと、うん、あのゴミいっぱい落ちてるタバコの吸い殻とか、この辺もちょっとまとめて片付けして締めたいと思います。ということで、今回は漁師の休日ですね、はい、海に来て餌調達から食材調達して火起こししてバーベキューしてみたでした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。